新年明けましておめでとうございます。あおりなチャンネルのあおりなです。2023年も楽しくて笑える動画をたくさん皆さんに配信していきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。あおりなチャンネルでは通常はキャンプ動画をメインに動画を配信していますが、本日新年一発目の動画はこちら、マクドナルド2023年の福袋開封動画です。マクドナルドの、ね、福袋は抽選で応募するタイプのとっても人気の福袋になっているんですが、昨年2022年の福袋開封動画もあおりなチャンネル出しております。よかったらご視聴いただければと思います。そして昨年に続きまして今年もマクドナルドの福袋をゲットすることができました。あおりなチャンネルの視聴者さんはね、キャンパーさんが多いんですけども、もう皆さんね知っていると思いますが、なんとマクドナルドの2023年今年の福袋はなんとこちら、チャムスとのコラボ福袋になっております。まあ福袋のね動画は YouTube のコンテンツとしてもたくさん上がってるので、もうマクドナルドの福袋開封動画はもう簡単でね、だいぶ上がってるとは思うんですが、あおりなチャンネルも昨日1月1日にゲットしてまいりましたので、本日開封したいと思います。マクドナルドの福袋といえばですね、とても人気で年々倍率がかなり上がってるんですけども、だいたい年末12月の中旬にマクドナルドのアプリをダウンロードしていただきますと、アプリから応募抽選することができます。今年はね26日に抽選の結果が発表されたんですけども、私あおりななんと当選しませんでした。今年は、まあ、チャムスコラボということで何としてもゲットしたくてですね、まあ、もちろん毎年応募はしてるんですけど、昨年ね奇跡的に当たりまして、今年はねまさかのチャムスコラボだったんでね、まあ、チャムス好きを公言してるあおりなとしてはですね、皆さんにこの福袋開封動画を出さないわけにはいかないと思って、何としても当選したかったんですが外れました。まあね、なんかまあね、そうよね、去年当たったし外れるよね。まあね、それはまあ大体もう分かってたことなんですよ。想定内想定内。まあ皆さんね数多くやってると思いますが、私ですねあおりなもですね、まず主人あおちゃんですね、主人のあおちゃん、そして妹の旦那さんこういう感じ、もう周りからどんどん固めていきましてですね、およそ大体10人いかないぐらいかな、もう親戚という親戚、そしてそして職場の人にね、もう頭を下げてお願いしますお願いしますということでやったんですけど、なんとこちらの福袋当選したのはあおちゃんでした。ありがとう。まああの多分7人ぐらい、そんないかないかな、5、6人6、7人ぐらい、よくわかんない、私も把握できてないぐらい協力していただいたんですけど、それでも全員外れてしまいまして、もうなんなら2、3個当たったら当たってないチャムラーの友達にあげようかなぐらいに思ってたんだけど、当たったのあおちゃんだけっていう、もう本当に持つべきものは夫。もう本当にね私2022年の運をだいぶ使い果たしていたのでね、普段運を使わないあおちゃんが年末にマクドナルドの福袋当ててくれました。本当にありがとうございました。でね、外れた人には、まあ、朗報なのかわからないんだけど、まあ、マクドナルドの福袋外れると次回ね来年の応募するときに2口応募できるようになります。まあ実際1口応募なんだけど、2口分として応募できる、当たる確率が上がるっていう、まあそれもありますのでね、外れてしまった方来年ぜひ当てていただきたいなと思います。そしてもうねちょっと長々とオープニング撮ってるの前なんで、早速開封していきたいと思います。こちらチャムスとのコラボ、まあ袋はね至ってまあそんなにバッグみたいな感じの福袋じゃなくて、こうビニールタイプの福袋ですね。まあマクドナルドはだいたい毎年こんな感じでやっております。それでは
開封していきたいと思います。はい、こちらマクドナルド2023年の福袋になります。値段はね、毎年確か3000円で変わりはなかったと思います。昨年もその前の年もね、3000円だったと思います。それでは早速開封していきたいと思います。パカーン、デレ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 、パカーン。中身はこちらになっております。もうすでにね、M の字が輝いてるこちらのマグカップが見えているんですが、まず早速ここに見えてる赤いねカードを皆さんに紹介したいと思います。福袋ね、3000円の商品になるんですけども、この福袋に必ず毎年入っているのがこちらです。福袋に3030円相当の商品のチケットが入っております。中を開けるとね、こんな感じ。こちらサムライマック、ベーコンレタスバーガー、照り焼きバーガー、エビフィレオ、ポテト M サイズ、ポテトが1枚2枚で、ナゲットが1枚で、コーヒーが1枚2枚だね、コーヒー2枚、そしてマックフロート、コーラ味だね、が1枚になります。これはコーラ味じゃなきゃダメなのかな、コーラですね。はい、ということで、なのでまあ大体4人家族ぐらいにはね、十分行き渡るんじゃないかなって思います。こちらが3030円相当のチケットが入っております。私これ一回も飲んだことはないんだけど、この上のツイストっていうかソフトクリームはね、マクドナルドのはよく食べるんだけど、このコーラにのせるのは飲んだことないですね。あわよくばメロンソーダがよかったかな。半年かな、6月30日まで使えます。なので、まあ、マクドナルドよく食べに行く方はね、買って損はしない福袋になっております。でここからがね、コラボ商品というかコラボのグッズが入っておりますので、そちらを紹介していきたいと思います。アオリーナ、まず一品目はこちら、じゃじゃーん、ジッパーポーチになっております。これは素材が PVC でできてるタイプのジッパーがついたポーチになります。こういう感じです。まあ、マチはついてないタイプのものなので、まあちょっと書類とか、なんだろう、レシートとかさ、そういうのを入れたり、あとはお薬とか入れたりとか、あんまり厚みのないものを入れるにはいいかもしれないですね。こちらがついております。続きまして2品目がこちら、じゃじゃーん、クリーナークロスになります。じゃじゃーん、これはよくあるメガネ拭きとか液晶とか画面を拭くタイプのクロスになっております。素材はポリエステルでできております。かわいいね、柄が。よく見るとブービーバードが、かわいい、かわいすぎる、ここにもいる。この T シャツ作ってほしいね、すごいかわいいです。で今回ね、私が入っていたこの2つ、こちらイエローで揃えてたんですけど、他にもね、紫、青、緑だったかな、4色展開されています。何が入ってるかはね、選べないんですけど、開けてみてのお楽しみなんですが、私には黄色がやってきました。お察しください。はい、お察しください。続きまして、チャムスとコラボグッズ3品目はこちら、じゃじゃーん、ステンレス2層マグカップになっております。そしてここにね、マクドナルドのロゴが入っています。そしてこの形はですね、チャムスをまあ知ってる方はわかると思うんですけど、チャムスから出てるね、キャンパーマグカップっていうプラスチックでできてるマグカップ、昔からあるんですが、それとね同じ形のデザインになっております。ここに2つ穴がついていて、ここにロープがくくってある、この形はね結構チャムスでもよく見るデザインなんですが、ステンレスっていうのはね、私は今まで見たことがない。昔あったかもしれないんだけど、最近のねキャンパーマグはほとんどプラでできて初めて見ました。そしてこれだけじゃないですよ、この裏がとっても可愛いんです。じゃじゃーん、こちらにチャムスのブービーバードのロゴが入っております。でここにね、ハングビデオはチャムスということで、チャムスのロゴがしっかり刻まれております。こちらね、
チャムスを知らない方にご説明しますと、これはチャムスのロゴでペンギンに見えるけど実はカツオドリになっております。すごいかわいい。これはさ、ステンレススチールポリプロピレンポリエステル、ここがポリプロピレンになってるんだね。ここがねポリプロピレン、でこれはポリエステル で容量が280ミリ入ります。なので使いやすい大きさになっています。素材が先ほども言った通りステンレスでできておりますので、耐熱が100度までいきます。そして耐冷はですねマイナス20度まで入れることができますので、キンキンのアイスコーヒー、そして熱々コーヒーが飲むことができます。高い飲み物、冷たい飲み物を保って飲むことができます。これね、このまま商品化してもらって全然いいんですけどねそう思わない？チャムラの皆さん、これね、あってもいいんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう。このここの色とか変えてます。こちらのねステンレスマグに関しましては、この黄色と赤の2色展開になっております。こちらもねどれが入ってるか、どっちが入ってるかわからないものになってるんですが、私のところには黄色がやってきました。お察しください。これかわいいね、マックとのコラボです。はい、続きましてこちらが最後になります。マクドナルドとのチャムスコラボグッズ4品目はこちら。じゃじゃーん、ここにですねチャムスのロゴ、マックのポテトと飲み物のカップですね。そしてここに見てください、かわいいムービーちゃんがここからチラッと、かわいい、もうチラッとかわいい、ミニショルダーバッグってことなんだよ。紐でね、肩からかけれるタイプなのかな。はい、ということで早速開けてみました。ここにですね、かわいいブービーバードのロゴが入っております。こういうね、チャムスとマックのコラボだとね、オリジナルの限定ロゴっていうのかな、普段は見ないロゴが見れるので、チャムスファンとしてはすごく嬉しい一品になっております。でこちらですね、取説を読むと、容量1リットルって書いてあって、耐荷重が3キロって書いてありますので、まあ財布入れたりスマホ入れたり、まああとモバイルバッテリーとか、そういうのは結構入るのかなって思います。で中はねこんな感じで上にファスナーがついていて、開けるとこんな感じです。ちょっと暗くて見づらいかと思うんだけど、あまり街はないんですけど、こういう感じで縦長のデザインになっております。でね、この前にポケットがついてるので、まあ、こういった形でスマホをね入れることもできます。まあスマホ入れてもねもうぴったり入るサイズになってます。結構余裕のある感じになっております。で紐がね今ちょっと短くなってるんだけど、こういう感じで私がつけるとこんな感じになります。でここにスマホをね、まあ、入れたり、まあ、あとはそうですねお財布を入れたり、あとはまあ鍵なんかもね入れたり、あとはねまあこういう電子タバコ吸われる方も入れたりしても結構入りますね。これを締めてこういう感じ、いい感じですか。3キロまで入るからね、結構入れても大丈夫そう。黒と黄色のデザインが来ました。これもね色違いで、まあ、ベージュに赤いラインだったかな、ベージュに赤いライン、そしてここのねロゴも違うタイプのが2種類あります。私のとこには黒ベースの黄色がやってきました。お察しください。まあね、まあ普段からね葵のチャンネルを見てくれてる方はね、大体もう2、3回目のお察しくださいで分かってくれてたと思うんですが、私はですね大の赤が好きなんです。そして嫌いな色がなんですまあ嫌いっていうか、まあ、昔からねちょっと苦手な色というか個人的にね、まあでも黄色ってほらなんか金運アップとかね言うし、なんか使ってたらいいことあるかなみたいな感じで前向きにいこうと思います。阪神カラーで、タイガースカラーでやっていこうと思います今年は。でね、私ね思ったんですよ、これはね私が当てたわけじゃないから、私じゃないんだよ当ててくれたのはあおちゃんなんです。だからまあこれ、まあ、これ、うん、そうだな、この2つはねなんか自分が使いたいなって思うんだけど、皆さんにねご紹介できただけで
まあ、私は感謝しております。はい、はい、ということでささーっと紹介してきましたけども、今年のマクドナルドの福袋2023コラボはチャムスとのコラボでした。毎年ね、いろんなブランドさんとコラボしています。確か2年前はね、コールマンとのコラボだったんですけど、その時もね、可愛い赤いトートバッグと黄色いポーチ入っていたんですが、その時はね、お友達にプレゼントしてもらって今も使わせていただいております。でね、私はね、普段福袋の開封動画を出してるチャンネルではないので、普段はキャンプ動画、あとはたまにね、キャンプに行けない時は Vlog だったり購入品紹介、もちろんチャムスの購入品紹介もしておりますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録していただきまして、2023年応援していただければと思います。アオリナマクドナルド2023年チャムスとのコラボ福袋の開封動画は以上で終了となります。当たっておめでとうって思ってくれた方は、ぜひグッドボタンとコメントで応援よろしくお願いいたします。そしてアオリナ SNS、 インスタグラムとツイッターもやっております。ぜひ概要欄からフォローしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。